コラボレーションありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。いや僕この曲本当にランページに歌ってほしかったんですよ。あなんかイメージ的に、はい、カズマがラップっぽいこと結構多めにやってるじゃないですか、はい、まあ、もちろん歌も歌ってるけど、で2人のキャラとしてはすごくこの曲合うし、なんかそのカズマもそのいつもちょっと強そうなラップっぽい人がこういう純粋な曲を歌うと、ランページのこう3人が揃った時になんかすごいこうふわっと純粋な気持ちが浮き上がってくんじゃないかなと思ってこの曲を提案させていただきました。ありがとうございます、はい、どうでしたか歌ってみて。緊張しすぎ緊張、はい、あの前日からすごい右肩がすごい凝ってて、はい、緊張しすぎて緊張しすぎて、はい、いやもう本当にもうずっと敦さんは憧れだったので、はい、いやいやとんでもないです。いやもう本当に一緒に歌う機会なんてもうないんだろうなっていうふうに自分は思ってたんですけど、まあ、今回こういう企画で一緒に歌わせていただけても本当に光栄でした、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。このカバーさせていただいて、はい、僕その夢を目指してタイミングだったりとか、うんうん、もうエグザイルさんもうめちゃくちゃあの曲いっぱい聴いてっていうすごい全盛期の曲。あそうなんだね。だったんですよ。なるほどなるほど。そもそもカバーさせていただいたこと自体本当光栄ですし、はい、今日一緒に歌わせていただいてありがとうございました。よかったです。じゃあ行くわ。はい、はい、そうですね。もう2人が言ったことにもう尽きるなと、はい、全く同じ気持ちなんですけども、はい、本当に自分もこうオーディションの時からこう自己 PR をする時に僕 EXILE になるために来ましたみたいな感じで言ってたんですけども、本当にこう学生の頃に敦さんたち7人の EXILE のライブを見に行って、この自分もこうなりたいって思ったあの存在なのがあのまず第一に敦さんだったので、こうして一緒にあの歌わせていただくこともそうですし、まさか自分たちがこう EXILE の曲をあの作品としてあの世に発信することになるって正直思ってなかったので、本当に全部が全部いろいろこんなことあっていいのかっていうぐらい夢が叶ったというあの状況で本当びっくりしてるし、その分ちゃんと今はもうエグザイルトライブとしてランページとしてしっかりもこう届けていかなきゃいけないんだなっていう使命感を感じてる次第でありますね。なるほど、はい、次第であります、はい、すごい最後だけちょっと自衛隊っぽい次第であんまそこまで絡みないじゃないですか。そうですね。だからこういうふうに言ってくれるとやっぱり今すっごいにやけんのを抑えてますもん嬉しくてけど、でも実はランページとはソロライブの時にちょっと喉の調子が悪くて、で僕が歌う曲をあのみんなで分担して、今の僕がよくやってるキャプテンとかコンさんとかのバンドであの僕の代わりに歌ってくれてたんですよ。でよくあのキャプテンがその3人のことすごく可愛がってて、でなんか、まあ、僕よく息子って言われてるんですけど、3人と飲む時は孫の会って言ってました、ね、孫の会でキャプテンも喜んで俺に孫ができたとなんでしょ俺の孫だということで、そう孫の会とか言って、なんか今日ちょっと孫の会行ってくるからみたいな、ちょっと時間あったら連絡してよみたいな、淳もよかったら合流してな、でまだ一回もね合流はできてないんだけど、ぜひ孫の会に息子が合流する日がそうそうそう、まあそんな関係性で、実はデビュー前からね僕の仕事手伝ってくれたりとかしてた3人なんですけど、まあ今やもうアリーナを埋めるスーパースターまだスーパースターたちですから、みんなが思ってくれたるように今の10代の子とかがランページ見て例えばダンスやりたいとか歌やりたいとか思ってる人もいるんじゃないですか。でもいる気ことあるでしょ、そういうありますね子たちもね、ランページさんに憧れてますみたいな、なんか淳さんが、うん、まあ、僕ら見てて、なんかこう これからもっとこう活動していく上で、うんうんうん、それぞれ、うん、リクにはもっとこうなってほしい、カズマには北斗にとかあったりするんですか。いい質問するねちょっと個別で LINE でもいいですか